細尾青ジタトカゲは、トカゲか青ジタトカゲ属に分類されるトカゲ。別名中央青ジタトカゲ。オーストラリア固有種全長40から45センチメートル。体型は非常に太短い。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は38から46。体色は薄灰色や薄褐色で、背面には胴体に9から14本。 尾に8から10本のオレンジがかった褐色の細い帯が入ることが和名の由来。種小名マルティファスキャタは多くの横縞のある、多くの帯のあるのい。頭部は大型で厚みがある。噴単が短く丸い。頭頂看板と頸部の間に大型の多角形の鱗の列が2から4列入る。目後部には太く明瞭な黒い筋模様が入る。獅子や尾は短く。 東道町に大志公子の長さは20から25%、尾の長さは40から55%。砂漠や岩場等に生息する。体を持ち上げるようにして移動する。植生は雑食で、昆虫類、節足動物、小型哺乳類、動物の死骸、果実等を食べる。繁殖形態は、卵体制。1回に約10頭の幼体を産む。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。生息地であるオーストラリアは野生動物の輸出を禁止しているため、野生個体の流通はないが、過去に欧米へ流通した個体からの繁殖個体が流通する。流通は極めて稀で、価格も極めて高価。テラリウムで飼育される。飼育にあたっては低面積を重視した大型のケージを用意する。 上面には、蒸れないように通気性を確保でき、かつ脱走されないような蓋をする。床材として砂や赤玉土、ウッドチップ等を薄めに敷く。流木やコルクバーグ等を下に潜り込めるような隠れ家にする。極度の低温に弱いためケージの外側底面から、シート状の遠赤外線ヒーターで温めたり、陶器は夜間も光の出ない、照明器具を照射する。餌としてはコオロギ。 果実、野菜等を与えるが、雑食の爬虫類用の人工飼料にもえずく。餌に対しては事前に、カルシウム剤等のサプリメントを振りかけて、栄養価を上げる。餌に反撃されたり逃げられるのを防ぐため、生きた餌の場合は、顎や触覚、甲子を潰したり追ってから与える。ありがとうございます。